おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西ガイドランの芝生でございます。今日はね、大阪でございます。地元でもあるこの大阪に錦を飾りにやってきました。2回目の店舗さんですね。僕個人で言うと、前回はファーストエンジェルでまさかのえぐい閉店終了したんで、今回もその流れを持って挑みたいかなと。まあ大阪なんで地の利を生かしたね、立ち回りないし引きっていうものを見せていこうかなと思ってます。まあ問題は抽選勝ち取れるかどうかなんで、今日もだいぶ並んでるんで、抽選で悪かった場合は玉転がしもあると思うんで、最後まで見ていただけるとありがたいでございます。パチスロパチンコは生ものなんで、この抽選から完全生中継したいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。はい、323。並んでた場所より悪くなりましたね。ジャグラーだな。お願いします。行きましょう。入場。悪い番号でも元気よく入場する、それが大事。とりあえずね、5弱からスタートします。行きます。俺一度は俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。というわけで、朝一取らせてもらったのは55ジャグラー2の方かな。割の高いジャグラーやっぱ埋まるの早かったんで、まあ、残念だったんですが、この大阪の店舗さんね、結構その何台並びみたいな形で設定を入れてたりするんで、特にジャグラー系統、とにかく1回交換以内の5ジャグ朝一実戦スタートしていこうと思います。気合と根性、そして大阪のこの地の利を生かしていきます。レバー5、学習しなかったな。5弱ぐらいから学しづらいみたいな、怖いな。武道カウントは気持ち程度、ペガラス愛を持ってピカピカしますんで、あー最高1001本、これが愛ビッグうい。38ゲームサバ終了です。312枚1ゲーム連チャン。ビッグ4にがっくんしないんで、まあしてんのかもしんないですけれども、非常に分かりづらいラインなのかもしんないですね。今日はね、この毒キノコマスクで毒を持って毒を制する感じでいこうと思うんで、まあもちろんこの台がダメやった時のことも考えてるんで、パチンコも視野です。だからいわゆるクソ会にならざるを得ないかもしれないですけれど、地元大阪は錦飾らないかん、大和男の子なもの俺は。いやー愛しいな、55ランプが。あ、愛しいなと言ってた。光りましたね。豆電っぽいんですけど、豆電ではないんよなこれ。うい、レギュラー単独です。はい、今ブドウ100個落ちて734回転と、えぐ 7.34 ブドウ。まあ100個しか落ちてへんけれど、1000まで回してこれが 6.5 以下になるってことはあんまり想像つかんな。大丈夫だ、問題ない。移動してきました。黄門ちゃまカーツ。現在ですね、インローポイントが240ポイント溜まってます。やめられた理由としては多分ですけれども、朝日が520枚で、その次は31回転で当たって、その次は645と、多分ポイントでの当たり方が悪かったからやめたものだと思われます。とりあえずこれ取ってまた移動先を探すっていうのもありですし、もうねほとんどの地域では打てないんですけれども、大阪はね打てるところがあるんでいきます。オッケー、熱いパーツ移動大成功。4ゲーム目まで8点イコール確定で、トータル1万2000円でインローチャンスでございます。122ゲームインローチャンスはもう表挑戦です。はい、それじゃあまたおい祝儀なし20ゲーム、いつも通りだ。というわけで116枚獲得、来いや9回ぶり、2回ぶりだろうな。283まで溜まってるんで緑が、なのでとりあえず緑溜まるまでは打ってから考えようかしらって言って、ズル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 なるんよね、ズル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 なるんよね。おぎんちゃんでドーン、いつも 80% 一発で落とすねんからいけるやろ。はい、大丈夫、ブイブイ、あいった。4ゲーム目じゃんって、このゲームで確定。よっしゃいけるって。レア役ここでこんなタイミングでレア役いくねんからいけるやろぜ。最悪だ。大丈夫だ、問題ない。ちょっと周りを見てきます。移動してきました。最終戦です。リング、この動画が上がってる頃にはマジでどこにでも打てなくなってると思います。その証拠にこの台プッシュボタンが効きません。なんでレバーだけで勝負していくタイプの台になっていく。今4万4000投資、4と4死を司る貞子とラストデート、ラストダンス踊っていこうと思います。頑張ります。えい10万負け、こっから5万6000円ぶち込むまでは腹はくくってる。今ボーナス859ゲーム、つらかったマジで。6万9000円投資、10万負けてもいいとか言ったけど、こんなハマると思わなかったな。一発目のボーナスで、いや早田はストンと来い。貞子5万移動サダですか。 B に上がったかもしれんね。あー頭痛いな、ほんまもうまさかの A 点や。今日 A 点一発もいってなかったのにな、この台。俺が一発目引いちゃったわ。5万6000円ぶち込むまでは腹は作ってる。今押せないんだよ。なんて境地ゲーム数90です。井戸貞おったから全然天国もありうるんやけど、7万円ジャストでのボーナスです。次回が A やったとしたら、まあ、B 以上濃厚の井戸貞出てるんで、天国に上がっていたっていうことになりますね。いろいろちょっと複雑回帰になるんですけど、こっからはまあなんせ AT 入ってくれ。おい井戸貞、あーこれはゲーム数やな。あーゲーム数やゲーム数や。ってことは A から一発で天国上がってます。これ多分今日チェリー引いたやつの前兆でチャンスゾーンが出てきよります。冷子役からの前兆とボーナスの前兆がガッチャンコしちゃった感じ。これで真相究明で、この真相究明でチャンスゾーン当たります。はい、黄金ゾーンです。21ゲーム当たりました。よし、あー嬉しい。ようやく貞子とデートできる。はい、110万いきます。呪縛おろし、なんかの間違いでストックはないんかい。もう来たわスプリンター。最強の女ゆい、あかん絶望のコラボレーション。奇跡というのはレバーで勝ち取る。無理。はい、単発最悪や。上乗せも引かれんかったし、なんやったら貞子ボーナス中の強チェリー使ってるし、自分自身にがっかりよ。強チェリーからボーゴンゾーン304ゲーム。あ、頼まい、お願いします。押した気持ち、よし当たりました。はい、投資7万3321ゲーム当たり、チャンス目 20%、 もう残り5ゲームやから演出けえへんパターンのやつやー。はい頼む、めっちゃ冷酷引いたぞ。おいおい来た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 、帰んのかい、追ってこい。鼻から井戸貞おる。もうどれからいったか分からん。いきます、少しでも伸ばそう。ああカモン、よし乗ってくれ。なんでそういうことっつったらあかんでしょう。 25% じゃあ一般的でジャパネック、相手はあー無理。さあだこ、ああツンデレ女か、なぜツンデレ女か。星3なんで、おおお隣さん最強チェリーです、おめでとうございます。なんでツンデレ女かと言いますと、2人よりも継続しやすいんですけど、たまに裏切ってくる。だから君はツンデレ女なんだレイナーって、イエス、継続だけでこんな喜んでるとおれへん。あーあー、よし上乗せ10ゲーム変われ、変わらず OK。 おおびっくりした、今の3枚ベルかな。おおそしてドッキリ貞子発進、おせんねんて。注目何ゲーム乗るですか。10ゲームでした。ここ継続してくれたら初めて箱に手が届く。誰だあるか、厳しいぞ。呪い呪えんで、また一応井戸貞ですね。さっきどこおったか分かんないですけれど A やったんかな、どうなんやろ。天国語なんで、ただまあ B 以上濃厚なんで、もうど以降別にそんなやっぱ悪ないような気すんなこの台。はい、121ゲームから黄金ゾーン、めちゃくちゃいくな。広角ずっとおるんかもしれないですね。うわー強チェリー近く、止まれ止まらん、50%やからね。当たりました。多分今日チェリーもしかしたらこのリプレイもあるけれども潜ることがあるんでレア500はよしよしありがとう。 AT には入れれてる。今日は投資分マグルには3500枚ぐらいか。46名貸し出しの店舗さんだね。やってやんよ。手応え的には悪くなさそうなんでちょっとやるか。3500枚マグルの旅。おうお客さんに挨拶してたらチャンス目やで。何もなさそう。なんでなの。なんでチャンス目で何も起きないの。残りゲーム数が少ないからだよ。さあ奇跡のストックイエス。山村貞子愛してっからな俺。相思相愛になりたいわ今日の実戦で。行こうよしまだおった嬉しみの3セット目。はい500枚オーバー。いやもう500枚出すまでめちゃめちゃ時間がかかったしめちゃめちゃお金もかかったしいや大変やったけど出たら最高。乗らんのあなたは。なんで仕事して今日チェリーそろそろデジャブパニック。相手は誰だ。しずるいけっかもしれへん。あいたプッシュが効いてないんだ。裏返ったな今俺の毒キノコマスクが裏返っとる。貞子という凶悪な霊をもってして悪かける悪は正義になるわ。プラスの方向に持っていってる。マイナスかけるマイナス。山村貞子愛してっからな俺。継続4セット目です。もうないかな。自力で勝ち取れ継続率。はいレイナートンネルオッケー。勝利の方程式になりやがったかもしれん。プッシュは押せんけどよしほいいきます。誰だあレイナーレイナー病院頑張れよし6連目。マジで俺期待してるまくるのに。地元に錦を飾りたい。1000枚オーバー。1000枚出てくれただけで嬉しいマジで。でも安心してない。あとこれ3倍出さなあかんから3倍出してもマイナスやからあるか。まあまだマシ。トンネル病院厳しいのかな。厳しかった。はいというわけで288ゲーム継続の1052枚ラッシュ6回です。で井戸定が出てるんでまたもモード B 以上の示唆ですね。あと2000枚ぐらいか。これはチャンスの受かってる。チャンスゾーンがおりすぎる。全部仕留めてたらぶっ壊れてんのにな。はいボッコンゾーン55ゲームチャンスの無理やなマジで俺。そんなバカなおおボーナスの方102ゲーム。ここの振り分けクソ薄いぞ。はい貞子ボーナスよし自力で AT や。ここで AT もう1回入れてまだ1000枚のメダルの波を取ることさえできればねもう7割方返ってくるんでそれはもう勝ちと等しい7割方よ。頼んだ弱点 12% ちょい弱点&弱点継続しててあおっきたー3枚目からあってこれやついけるぞ。いただきました。プッシュ押されな残念やけどね。プッシュプッシュごめんなさい。押せないの本当悲しいからリングでプッシュ押されへんのなんてねカレーのないライスよ。それぐらいプッシュの存在意義がある台やからこの台は。今日チェリーも引いてるんでもしかしたらねもう一発出てくるかもしれんから。てか出てきてもらうのは困る。50分外しすぎやから。そしたら今日チェさん仕事しなさすぎやから見ててください。よしおそらく今日チェが仕事したでしょう。ようやく最初の3枚ベルも仕事してたかも。気持ちいいよー。よし継続です。おーっとこれで乗ったディールロック30ゲーム。何スイカスイカか。書き換えないよなないよな惜しい。おー来たお前の愛を受け取らせてくれない。やっぱねないか。あーカンスプリンタートンネルダメだー。ゆいちゃん3連で終了。押せない。当たった天国。はい順蔵はすこぶる良かったですけれどもまだまだ打てる。はい防コンゾーンです。22ゲームからプッシュ次第やけどだーもういらないあのエースほんまに。当たってたーいるーえいおっ、ダブル80確定。カメラ近づけた甲斐があったかもしれん。おい、逃げんじゃねえ。逃げやがった。井戸にいない、誰も。単発296枚、今8時なんで、あと2時間半一応閉店までは。リング考えるとやっぱ9時半ぐらいまでしか打てんな。あと1時間半、モード以降がいいんですけど、移動サダーも何もいなかったんで、まあやめてもいいという感じにはなってる。で6ならば天国からの1個先っていうのが通常 A と準備1対1なんで、移動サダーおらんくてもワンチャン準備に出る可能性もあるんですよね。引っかからなかったんで、隣の台に移動したいと思います。現在300ゲームハマりの台なんで、ワンチャンスかけたい。ラストダンスになると思うんで、リングのその前に店内状況を先に取っときたいと思います。まずこちらセイントセイヤ、別積みの大量万枚超えです。素晴らしい。でセイヤに関してはこちらの台が初当たり5回37の5で、万枚出てはる方は6回の初当たりです。こちら戦国乙女の戦国参戦編、ちょっとハマっちゃったりしてるんですけど、だいぶ初当たりは軽くて結構良さげな感じでした。でこちらの方の台は現在4176枚出てるんですけれども、完全に6だというふうにおっしゃっていました。で隣の麻雀物語3、こちらも高設定だということをおっしゃっていました。5390枚出ております。上に1箱後ろに勝ち盛り綺麗に乗ってる。こちらのマージャン3もいい感じなんで、ここ並びで入ってんのかなと。45の14、14回初当たりですね。上に勝ち盛りが1箱、後ろに1箱なんですけれども、今日の出玉が5105枚と出てるのであると思います。これゴーエモンなんですけど、ゴーエモンも結構ね、ゴーエモンの割に初当たり、この台だけちょっと悪かったんですけども、割と初当たり引けてる方だというところで、もしかしたらあるかなと。分かりやすい台ではあるんでね。でもこの時間9時前ぐらいになると打つのが怖くなる台なんで。6号機のエウレがこちらの方24の29、4485枚で出てますね。全体系ここっすね。反逆角から上に1箱で45の25、こちらの方上に1箱半、後ろに別積み1箱で37の19、こちらの方は上に2箱半ぐらいですね。32の18で、こちらの方が31の18で上に1箱、でこちらの方が37の19、上に1箱、後ろに3箱です。でこちらの方の台が25の16で上に2箱、でこちらの方は出玉取られてませんが39の19です。ラグーン4もね72の9で上に1箱でずっと粘られてるんで、あるんかもしれないですね。絆はこちらの方の台とかから粘られているので、50の42上に半箱で、こちらの方が50の50と、こちらの方が57の60と、まあ、悪くないんじゃないんでしょうか。こちらの方の台も70の62ってなってるんですけど、やっぱ絆2を結構メインで使ってるのかなっていう感じしますね。番長は結構もう人辞められてますけれども、回数は全体的についてます。一番いいのが、まあ、こちらの方の台、ね、102の16も人が辞められてますけれども8318枚、アイムこちらの方7023回で待って31の29です。上に3箱、白に1箱でカチカチくん使って粘られてるんで、あるんでしょうね。でそこから並びで7250回転回って23の28で、こちらが6733回転回って22の26、さらにその隣が7000回転回って28の23と、でその隣が6753回転回って27の31、上に2箱、かなりの並びが良さげな感じではあるけれど、結構味も悪くなさそうで、でグラフが今プラスで、隣のバイオもね、もっとへこむ時へこむんですけど、うねうにしながらプラマイ0ラインいってるので、割が6でも高くないんでね、あるかもしれないですね。こちらの黒髪6角が出たそうです。白に4箱あります。バラエティも入れてるんやろうなと。エウレカ AO もすごい出てますね。上に2箱、白に4箱、ツインエンジェルブレイク38の60に上に2箱、後ろに1箱、こちらのハイパーブラックジャックは45角出てますが全然出てない。359枚、最大3枚。だから僕が打とうとしてる台です。これもずっと人が粘られてたので、まあ割と良かったのかなっていう感じなんですけど、まあ引きもあり荒れながらプラス領域で終わってる台なんで、こちらを今から打っていこうと思います。はい、じゃあ最後のリング行こうと思います。304回転から、前回みたいに閉店取りきれないでもいいんで出続けてください。お願いします。もうほんま多分動画でラストダンスやと思うんで、これが気合入れていきたい。あとこの台のいいところ、プッシュボタンが効く。最後動画で打つ台ぐらいね、プッシュボタン生きてる台打ちたい。頑張ります。はいはい、784ゲームラストになるかもしれんからよ、落ちてこい。来ないんですね。これが待った。プッシュを押せる機会を得た。着地スイカいったよ。12番、プルプル来い、プルプル来い、プルプルなし、逃げよ。プッシュ押さずとも自爆ラッシュ、オッケー。これを限界まで伸ばす。もし仮に1時間マックスで回すことができたら純度3枚なんで2400枚ぐらい出るんでまくれる。おそらく時間的にラスト80になるでしょう。いきます、キャンプファイヤー。結局リングで1回もキャンプファイヤー見られなかったな。行こう呪いの審判、誰でも来いや。うわお前か、絶対沈めてやる。沈めれる、唯一かけるトンネルは最強の方程式じゃない。やつを沈めれるチャンス、最後に倒れてくれ。唯撃破、割と思い残すことないわ。唯にずっとくじを舐めさせられ続けてきたから。おやすみ。3連目誰だ。また来たかユイ。ユイブ、いややっぱりこれか。まだこんなところでは終われんのだよ。終わった。148ゲーム消化の556枚、ありがとう貞子。まだまだもっと打ちたいなって思う気持ちもあるんですけれども、ここらでやめたいと思います。というわけでこの後はお家でエンディングの方行きたいと思います。お疲れ様でした。はい、というわけで大阪の店舗さんでの実践終了をしました結果でございます。投資が 73,000 46枚貸し出しのお店なので 3,358枚で、回収がですね 1,313枚、よってマイナス 2,045 枚となりました。大敗です。朝一ね、やっぱ抽選番号があんだけ悪いとまあ無理かなっていうところと、回収者枚数も1313でね、もう呪いの数字みたいになってるんで、まあ最終的にリングでね卒業式あげれると思ってなかったんで、まあ卒業式またこうやって大阪の地でできたっていうのは非常にありがたかったですし、大阪だからこそ設置期間が長かったのでリングの卒業式またできたっていうのは僕的に幸せでしたし、やっぱりこう最後ねプッシュボタンが効くリング打ててすごい幸せでしたし、ゆいとね寂しい気持ちで。どうも皆さん、山村です。貞子です。緑色が私のポテンシャルを全く発揮できなくて、私の方から申し訳ございません。私で楽しかった絶叫乱暴、たばいたいで引き、貞子アタックも入れなかったあのクソ野郎は井戸の底に脅しました。なんで代わりに私が喋らせてもらいます。私のポテンシャルを発揮できなかった動画ですけれども、見ていただいて皆さん本当ありがとうございました。緑のやつに代わり、良ければグッド、チャンネル登録よろしくお願いします。もう私はどこの方でも打てないはずではありますが、私の攻撃の2機種が頑張っております。なのでよければ打ってみてください。でも6号機の方を打つ際はドンと頭に衝撃が来るかもしれませんのでお気をつけください。まあ極論言うと打たなくても大丈夫です。というわけでまた近々呪いのセブンズ TV が上がると思いますのでよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。緑に変わって今後ともよろしくお願いします。貞子でした。リング呪いの7日間お疲れ様でした。一生愛しますよ。